1960年日本公開のハリウッド超大作ベンハーがリバイバル上映。主演はチャールトン・ヘストン。いやすっごい飛んだ。あれ落ちた？これは落ちたやろ。いや僕まだ落ちてませんって。みんな芝だはーということで、エルヴィス・プレスリーのナンバーワンヒットばかりを集めたベストアルバムリリース。ところでこの方竹内力さんに似ているっていうか、竹内力さんの方が似ていると思ってんのは私だけ？みんな芝だ。明日も吉田拓郎さんのニューシングルは家へ帰ろう。で気になるのがカップリング。北のマジではもわわ悲しみをダウンロード。このダーが大事ね。いくつになってもゴールドフィンガーでおなじみのヒロミ・ギューはビデオモーストラブドヒッツオブヒロミ・ギューをリリース。いかがでしょうかこの腹筋。裸にスーツが許されるのは A ちゃんとこのギューだけ。明日もあの一国堂さんが CD をリリース。その名も傷だらけの私鉄沿線、世界初の腹話術プラスモノマネソングが、しかし腹話術がうますぎて誰も歌ってないみたいに見えてしまうのがたまに傷。出た世界名作劇場。案の定お菓子はちょぼっと、おまけはがっつり。懐かしいラスカルやフランダースの犬がフィギュアになって、気分はもう日曜日の夜7時半。寝ちゃダメだ寝ろって名前が紛らわしいのよね。明日もそうマジで、うん、ご司会者あらっていうかそっくり。誰これ19番。あ回答者か。19番、うん、飛び込んだ。明日の情報だけをまとめてお送りする明日マニアナ。今夜はゲームソフトの話題から。まずは機動戦士ガンダム連邦 VS ジオン&デラックスにしても、ガンダム人気ってなんでこんなに長いんでしょう。っていうかガンダムに比べてイデオンってなんで全然注目されないのか。で今年といえばありました、ワールドカップ。明日までも結構取り上げたり取り上げなかったり、2回目やんみたいに。明日の情報だけをまとめてお送りする明日マニアナ。そうなんです、始まるんです、2022FIFA ワールドカップということで、明日いよいよ開幕。そこで気になるのが日本代表の成績、さらにカビラのテンションね。最後まで持つかな。明日もこちらはサッカーの日本代表チーム公認フレグランスヤマトということで、さらば地球よ旅立つ船は日本代表チーム公認フレグランスヤマト。えこれ無理やろ。いや無理、絶対無理という少林サッカー、中国は6月4日にコスタリカと対戦するんですが、この人ら出てきたらどうしよう。明日の情報だけをまとめてお送りする明日マニアナ。今夜は CD の話題から。フットボールイズライフはイングランド代表のサッカー選手デビッド・ベッカムさんのオフィシャルソング。これ日本代表のも再リリースした方が良くないか。ガン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 。明日も出たペプシコーラ、ベッカムデザインボトル缶。サッカーと同じくデザイナーとしてもプロ並みの実力を持つベッカムが自らデザインということではなく、分かりやすく顔写真入り。ブームがちょっと去りかけとか言わない。なぜか今頃になって発売、ワールドカップ写真集の終焉2002。まあスポーツ界の今年のビッグニュースといえばこれでしょうということなんでしょうが、ものすごい勢いで追い上げてるのよね、ボブサップ。どうするというね、 VTR にもありましたように、今年4月10日の放送で私がガンダムばっかりもてはやされて、なんでイデオンのゲームないねんって言ったんですけれども、それに対して、いただきましたよメールを、全部で7つ。ある意味大反響、はい、紹介していきたいと思います。万本正孝さんからです。今日の放送でイデオンの話が出て久しぶりに嬉しかったですということなんですけども、万本さん、この方です。万本さんって感じでしょ、ね、特技は中国拳法、趣味アメフト格闘技。やるよこの人は。で職業なんですけどもね、実は万本さんカメラマンさんなんですよ。珍しいカメラ持ってるでしょ。そしてこの万本さんがイデオンファンのカメラマンであるという証拠写真がこちらなんです。どうよ、もう人が変わってるやん、汗だくやん。この赤いのがねイデオンなんですけども、もう少数派の思いがひしひしと伝わってくるでしょね。ちなみにイデオンなんですけれども、こちらですよ、ほらイデオン、これがイデオンだそしてこちらも見てくださいね、イデオン、でかいよ、100メートルあるらしいよ。あのね、この辺すごい足元ものすごいシャープ、でもね、手見て、すごいソフトでしょ。で、なんか これなんかレレレレレそんな人怒られるわ、ほんまに。なんてことを言いつつ、再び2002年を明日まで振り返り、今年は具体的すぎるタイトルの方が次々と出たような気がします。毎月ちょっとずつ貯金したいのになかなかできないあなたに出た、月3万円今よりさらに貯まる本。ということは1年で36万円、10年で360万円、100年でバザーイ。出た三河健一三丁、これで綺麗にならなきゃ嘘よ。すみません、一体何が嘘なんでしょうか。キャッチコピーは3日で5キロリバウンドなしのダイエット、それが嘘やったらどうしよう。心を決めたあの言葉3、仕事を頑張るあなたにはインターネットの公募で集められた励ましの言葉集。例えば頑張っても頑張っても裏目に出てしまうあなたへ、疲れたらサボりなさい。明日もゴルゴ
13の血液型って A 型やったんという驚きとともに出版。ゴルゴ流血液型人物観察術。なんか謎の男ゴルゴが急に身近なおいちゃんになった感じ。命明日は出た驚異の低インシュリンダイエット完全レシピ。脅威ってなんだろうねと菅原文太さんに怒られそうなタイトルにしても、食べて痩せられるならとりあえずライドオン。父さんラーメンついてる。明日は藤谷さんのニュースナックちょいに続いては、手作りの石鹸と化粧品。あんまり綺麗に作ると食べ物と間違えてお母ちゃんがパクみたいな。マリーなんか口から泡出てきた。ブクブクブク。明日は父さん一人前3品で80円献立が出たよ。人参を拾ってきたからタダなんだ。父さんまずいよ、人が捨てたもん拾って何が悪い。週刊日本の天然記念物動物編、流行りのおまけ付けシリーズっぽいので天然記念物のフィギュアがついてたりして、ガッハッハと思ったらマジでついてました。植物編の時はどうすんやろう。明日は無神経な人に傷つけられない88の方法はストレス回避マニュアル版。ところで無神経な人ってどういう人なんでしょうね。渡る世間は鬼ばかりで言う本間病院のお母さんとか。明日は分かっているのにやってしまう人の心理学は、タイトル通り分かっているのにやってしまう人の心理を研究する一冊ということで、これを読めば全てが分かるけどまたやってしまう。あかんやん。明日は問題社員の対処法は、職務怠慢な部下に対処したい上司のための一冊。よしこれで部下に対処するかと思ってたら、実は自分の上司がこれ読んでたりしてショック。続いて今年ちょっと言い過ぎまたは関係ないことでお茶を濁しすぎっていうのを特集。ある意味懺悔やな。明日はゼップ東京では煙さんのライブ。タクシーに乗っている男女、はいちょっと止まってください、じゃあ私降ります。いやなんでやねん、マジで降りてるし、いやマジで降りられてるし、というわけで空車。もうすぐ春かな。明日はこちらは昨年のカンヌ映画祭で最優秀作品賞を受賞したイタリア映画息子の部屋。ルールルルルルルル。皆様こんにちは、息子の部屋でございます。今日のお客様、映画監督のナンニモレッティさん。この方私初めて。明日は日本橋三越キルト店に続いては、浜地ゆり子絵画展、光のささやき聞こえますか、ということで聞いてみましょう。残念。明日は、あれ今日ガッツイ感じで吹けてる、ということで錦糸町隅田トリフォーニーホールでは、胸もしねえヤンバルヤンガルバレク&ヒリアドアンサンブル。明日はエスティローダーマストハブアイテムキット、これさえあれば沖縄名物ハブに噛まれた時もマストで大丈夫。んなことはない、じゃあまた来てくれるかな。テレテレーってこんなバクつき。明日は世界の万年筆祭り、わっしょいわっしょい。ジョージもっとペン先を寝かせて担げ。よし来た親父、わっしょいわっ。親父これじゃインクが足りないぜ。しーらしー。明日はお前さ、なんで俺の後ろに無表情で立ってるわけと思ったら弾いてたのね、ということで双子の井上兄弟アウンのライブが横浜であり、不景気なのはわかるけど三味線もう一本買おうよ。明日は奥田英二バンド英二に続くエイジ三部作完結編アイスエイジが DVD でリリース。絞ったスーパーひとしくん人形が凍ってしまってる。野々村くん、君のスーパーひとしくんと帰ってくれへんか。さあどんどんメール紹介してまいります。11月25日の放送の中で、一月が30日以下の月を覚えるときに日清ムック侍って言うけど、なんで11月だけ侍って言うのという疑問を投げかけたところ、来ましたねメールが。こちらです。ズバリ311通来ました。うわたーわたたたたたサブーって感じなんですけども、ほとんどの皆さんがこういう意見でした。11をね漢数字に直してみました。で1の上に10を乗っけて武士の士になるやん、侍万歳。で311通中17名ですね、こういう意見がありました。豊臣秀吉さんなんですけれども、この方刀をね刺してるんですね。これあの2本刺してはるんです。この赤いのとね、このツートンカラーのね、これが11に見えたらしいわ。それで侍。でもあの17人もね同じ意見だったので、あながち間違いではないかもしれません。そして一人だけ貴重な意見いただきましたよ。こちらです。寒い季節が来る、寒来る侍侍。これも訓読みと音読みのコラボレーションみたいな感じなんですけども、何にしても皆さんありがとうございました。ところで毎週金曜日の明日まではイタキモという映画の一言コーナーやってるんですけど、知ってました？まとめてみました。で注目はそのカトリーヌ・ドヌーブ。1943年生まれということは今年59歳。にしてもこのドヌーブな感じ、30歳過ぎたぐらいで開き直ってる場合じゃないっちゅう話よ。で注目はチームのキーパー役チェンゴ君。抜擢理由はブルース・リーに似てたので。そう言われると本人もどんどんその気になってったらしい。でもよく見るとあんまり似てないで。で注目は正義の吸血鬼ウェズリー・スナイプス。セクシーな唇に意味不明の刈り上げで今年40歳。戦う時はサングラス取った方が見えやすいと思うんですけどね。
で注目はスヌープドッグさん。サンをつけないと新しい品種の犬みたいな名前が実はラップ界のスーパースター。こんなこと言ってたら私が復讐されてしまいます。で注目はオビワン・ケノービー役のユアン・マクレガー。主役かと思いきや実は脇役と、エピソード1に引き続き今回も微妙な役どころ。文句は言えないのでコメントとしては。で注目は主役のババール。立派な像なので王様に就任、家族5人と幸せに生活が、いくら王様だからといってスーツ着ることはないと思うわけ。あんた本来野生やろ。で注目は監督脚本のエムナイトシャマラン。サインでは脚本料だけで史上最高の1000万ドルをゲットしたらしい。1ドル120円で計算すると12億円。そら笑顔も出るっちゅう話。ということで、そのコリン・ファレル、アイルランド出身の26歳、お父さんは元サッカー選手。99年の映画デビューからトントン拍子でそろそろブレイク。眉毛描くのやめたらもっと売れるかも。え、描いてないので、注目は主人公のタマラ。現住所は猫地球の目黒シティ権之助坂。可愛く見えますが相当口が悪い。服はなぜかレオタード風、その上ヘビースモーカー。で注目はやはりヴィンセント。バッファロー66はもちろん、アリゾナドリームの時からおなじみのボサボサヘア。余計なお世話かもしれませんが、美容院変えた方がええんちゃうみたいな。怒った。で注目はハリーポッターことダニエル・ラドクリフ君13歳。ハリーポッターという役名が有名すぎて、ファンにサイン頼まれた時本名を書くとがっかりされるのではとやや心配。頑張れ。